ヨッヘン・コバルスキーは、ドイツのカウンターテナー歌手、ブランデンブルク州ワチャウで、肉屋の三人兄弟の抜子に生まれる。1972年に、ベルリンに行き、ベルリン国立歌劇場の小道具係を5年間、務めた後、1977年から1983年まで、ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学で、マリアンネ・フィッシャーク・プファーに支持する。 彼女の夫であるオペラ演出家、ハリー・クプファーの後押しもあって、1983年にベルリンコーミッシェ・オーパーと契約し、1984年にヘンデル・ジュスティーノのタイトルロールを演じて一役名を挙げる。同年、ヘンデルのオラトリをベルシャザルのダニエル役でハンブルク州立歌劇場に出演、音楽監督のゲルト・アルブレヒトに注目され、同劇場で 多くのソロコンサートを開催する。1987年から1988年にかけてネーデルランドオペラ、パリ国立オペラに登場し、1989年のベルリンコーミッシェオーパーのロンドン公演、オルフェオとエウリティーチェのオルフェオ役は国際的な注目を集める。1991年にはウィーン国立歌劇場ロイヤルオペラハウスで、 コウモリのオルロフスキー公爵を演じ、1994年には同役でメトロポリタン歌劇場にデビュー。1995年にはザルツブルク音楽祭に参加している。なお、メトロポリタン歌劇場においては1999年12月31日のミレニアム柄コンサートでも歌っている。 コバルスキー・バイデン・エルブランド・フェス・ツピーラン・ウィテンバージア2008ありがとうございます。